さあ両チームのスターティングメンバー、まずフォームの大分です。ゴールキーパー高木、フォーバックは右から伊藤、ペレイラ、三沢、香川、ボランチ下田と小林優希、中盤右に町田、左小林誠吾、ツートップは小屋と伊佐という予想になります。控えメンバーはご覧の通りです。アウェーの琉球もスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ゴールキーパーがダニー・カルバハル、そしてフォーバックは右から大本、岡崎、大森、福村、ボランチが上里と竹澤、中盤右に池田、左清武、ツートップは野田と草野という布陣です。控えメンバーはこのようになっています。小林誠吾、コース変わって伊佐が待ち構える、残した。さあこれを置いたチャンスにしたい町田、そして伊藤も上がってくる。小林優希横に流してシュートに来ました。決まった、小林誠吾、小林誠吾のゴールで大分先制。いやー、鮮やかなシュートになりました、小林誠吾です。よく決めたという、そんな素晴らしいシュートになりました。なかったですね、まあ、少しこうスピードもダウンしてしまいましたけど、まあ、ここで、ね、あのオーバーラップしてきた伊藤、そしてこう少しね中に入れて、この横のパスをねしっかりとこうシュートに行くっていうか当てに行くっていう形ですかね、少し足首をクッと回しながらひねりながらですね、いいコースに行きましたね。浮玉のパス、さあ香川が前ちょっと長いか、ギリギリ折り返した、伊佐、なんと2点目、今度は挑発スタメンの伊佐が仕留めました。大分立て続けの得点です。残して香川のクロスに伊佐です。もちろん今シーズン初ゴール、はい、よく走りましたしね、ちょっとこうどうかなっていうようなボールでしたけどね、なんとかここ出さずにね、足首でグッとね巻いて、伊佐にかなりこういいボール、まあ伊佐もねこれ簡単じゃないですよ、相手と競りながら、非常に体勢を崩しながらのシュートですからね。上里と清武がいます。中央に野田、奥には岡崎あたりの姿もありますが、さあ清武からのボール流れ、どうそのまま入った、1点返した琉球です。まあ今のが狙いだと思いますね。清武の蹴ったボール、最後もしかしたら誰か触っていたかもしれませんが、そのまま何か流れるような形で決まっていきました。1点返した琉球です。これ当然いきなり長澤をターゲットすることも考えられますが、さあどんなプレーとなるか、コーナーキック、長澤をうまく使いながら別の選手っていうね、その選択肢もありますしね、はい、下田からのボール、長澤、これ以上ないファーストタッチで長澤ヘディングズドンと、長澤です。いやー、まさに問答無用のファーストタッチで長澤は決めていきました。大分3点目。お見事ですね。いや、いくら強いと分かっていてもこの長澤です。ファーストタッチですよ。左側に今度は展開、香川、下田追い越す動き、香川、渡辺とつながって、ゴヤーと、カルバハルがここはよく止めた、ゴヤー、決めた、渡辺です。渡辺が決めまして、これでなんと大分4点目。いやー、今日積極的にシュートを放っていた渡辺が最後こぼれ球を決めました。その前にはゴヤというシーンもありましたが、まあ、一連の流れです。ここうまかったですね、アウトサイドでゴヤに、で、まあ、シュートのこぼれを、これね、まあ、少しどうだろう、本当にあそこしかないでしょうね。
ただこういった位置で奪って中野、中野、おっと中野のシュートはポスト、いい左足でしたが中野、いや軌道はね良かったですけどね、自分のイメージ通りではだと思いますけどね、中野の左足のシュートはポスト、もう残り時間はほとんどありません、4対1、大分のリードは3点です。そして今試合終了の笛、いやー大分トリニータとしては待ちわびていた今シーズン初勝利、4対1大勝という形になりました。選手たち、まあ、監督関係者、そしてサポーターがこの瞬間を本当に待っていたというところで、今日は見事な勝利上がりました大分トリニータです。